い、どうもこんにちは、ピアソのゆいとのんでーす。今回ですね、この間ねケンタッキーコラボ衣装の調香師の衣装を紹介したと思うんだけど、まあ、今回ねその衣装を進化することができたということで遊んでいこうかなと思います。やっていきましょう。いやほんとねー、この衣装、まあ、中国版だけで日本版には実装予定ないんですけど、うん、あ、待って、超うちやばいよこれ。な、足元でなんかやってるわ。これ2階上がるって。いや俺いるんだよ2階に。おる、うん、いるいるいいよこれ変わろうか。うん、俺が今回、そうそうそう、左右なので俺がチェイスを引けたらいいかなということで。まあ任せてくださいよ。オッケーオッケー。超垢抜けてるよねこの衣装、進化後のやつ。あー、なんかね比べてみたら、うんうん、一目瞭然で分かるのは、うんうん、女性になったって感じ。大人の女性になった。そんな感じ、パーティードレスっぽい感じになったよね。うん、そうそうそう、髪型の効果もあると思うんやけど、お姉さんっぽくなったのは、なんかドレスの感じも、あと一番の変化は香水自体がまず入っとるけん。あ、そうなんだ。今ちょっと今ヤバすぎて見えないわ。頭しか見てない。あー、これ透かすのか。まあでもそこで香水入ったのだったら多分なんとかなるかな。前回の衣装もね、あんまり詳しくは多分うちら言えてなかったかもしれないけど、はい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 、腰にチキンつけとったら。やばい、それやばい。うん、いやー、鬼没か。あの、はい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 、腰感は出とったと思うんやけど。あ、でもあれだ、もう今腰のチキンなくなってるわ、進化したら。あ、本当に。うん、あ、じゃあなんかそれ以外の、あの頭の角の部分とかがハロウィンっぽくなったか。確かに角生えてるからね、これ。カチューシャかな。それ以上に何よりも説明させてほしいのが、うんうんうん、どうやってこの衣装手に入れたかって。まあそれだよな。まあね、ある日突然、うん、視聴者の方から DM が来て、はいはいはい、その内容がね、もともとあの中国に住んどる方なんやけど、うんうん、大学でこっちに日本に通っとって。あ、本人は今日本におるんやけど、うん、その中国にいるお友達さんに頼んでもらって、うんうんうん、コードをねゲットしてもらって、いや、わざわざケンタッキー頼んでくれたってことでしょ。そう、いや本当にね、ありがたい。自分のためにそうすごいよね、チキン食べてくれたと。いや、ありがとうございます。本当に本当に感謝でしかない。そう、なんならこの衣装日本版にもまず実装しないし、うんうん、でその状態でゲットして、そっから中国でケンタッキーを頼まなきゃダメっていう超難しいんだけど、手間がかかることをね、そうやってくださったってことでね。普段動画を見てもらってる視聴者さんなんやけど、うんうんうん、嬉しかったね、本当に、ね、本当にありがたかったわ、うん、これ。今までも本当にこうやってすごい助けられたことを送って、うんうん、あの他の方なんやけど中国に住まわれてる方で、はい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 、翻訳、うん、ああ、してもらえたね。うん、そう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 。全部ね、本当に助けられてるよね。いろんな国の方から助けてもらった。そう、実はそういう話もあるんですよ。日本の方も助けてもらったりしてるし。うんうんうん、これカーボーイ来てくれた。あ、オッケーオッケー。うん、多分ジェイス伸びるよこれ。いや、いいや、これ多分ね残り2台新規だから、ノンが回しに行ってくれて。向こう側回しに行こうかな。うん、いける気がする。まだ香水がないからな、落下香水がちょっと弱いけど、あれまだ伸びそう。待って、うちの方来ちゃったよ、あんた。間違えた、衣装。衣装間違えた。ちょっと違うんだけどな。髪色が一番の変化よね、多分。確かに確かに。今ね、2階の 上側にいる。カーボーイが後ろからついてってるけど。殴られて2階かな、うん、この子。あー、マジで ?OK、了解。じゃあ俺反対側の方からこっそり抜け出すわ。死ぬかな。いや、大丈夫大丈夫、これは。大丈夫そう。うん。あと何が違うかな、変化として。まあ、髪型とはスタースタースカート丈じゃない。あ、丈短い。そっち、めちゃめちゃ短くなってるよ。最近の調香師の衣装ね、長いの多いけんね。うん、うちの長いバージョンのやつ。うんうんうん、じゃあこれで、うん、普通に行ってもらって、これバレてるかな。治療めちゃめちゃバレてそうな感じしたけど、鏡出さないか。これ向こう側出すと、うん、どっちが好きやったん。いや、もちろんこっちでしょ。進化後の方やっぱそうよね、高さが違うよ、ね、もう明らかにね違うからね、うん、ただ個人的にはね、あのチキンをまだ腰につけといてほしかったけどね。待って、うまい鏡。おお、なんか死んでる。2回もやられちゃった。これまずいね。一応救助したけど、でもね、あと3割ぐらい、うん、3割ぐらい、オッケーオッケー、うん、もう俺完全に2階の上で待機して、もう1回救助安全に行くわ。あー、それでもあり、うん、ただカーブなんかチェイス伸びそうだけどな。あれもうちょっとしたら死ぬかもしれない。あと1割かな。あ、嘘、マジ。あー、じゃあ壁してもよかったな。飛びかく作りたくないもんねこれ。うん、もう上がる、もう上がる。あー、もう死んだ、うん、無理。壁、いや壁無理だ、つけちゃダメだ。オッケーオッケーオッケー。あ、スンスンスン。あー、これ今つけてもよかったな。あれだわ、ハンター窓越えあったんだ。あー、まあそれ分からんよね。分かんなかった。なんか遠かったりとか。そう、いや、じゃあ普通に救助行くわ、仕方ないけど。まあ飛びかくなっちゃったな。まあただそっち側2人ともいる。ゲート待機どっちかしてる。多分、うん、一緒の方が救えとるかも。うん、そっち側ワンザン鏡出さないかな。ワンザンここで、うん、粘る動きしてからさ。あ、あ、あ、つけて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 、飛ぶか。まあそれはそれでいいけど、鏡溜まってるからな。多分終われんかな。終われない。意思が割れてる、うん、意思かな、多分ゲート待機人だと思う。はいはいはい、鏡傾けてる。やっぱ見失ってる、見失ってる。本当？うん、けど傾き反応してるから、どうだろう。
あ、え、カウボーイ、カウボーイが先にやられてる。意思は消えましたね、多分。多分こっちが来てくれとるよ。まあ確かに。大丈夫、うちら二人逃げたらもう。僕実質勝ちだから。かわいい。かわいい二人とも。じゃあこんな感じでもう一戦遊んでいこうかなと思います。さあ、二戦目遊んでいこうかなと思います。やっていきましょう。村。いや、この構成本当だ。違うね。なんか赤っぽいやつなんか持ってるわ。そう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 。うちらは普通にノーマルの。あ、そこも違うんだ、うん、前のノーマルだったか。そうそう、やばい、ピエロだこれ。オッケーオッケー、うちはアッセルでやろうかな。あ、オッケー、了解了解。まああとは普通にこの衣装2本まで出てほしいけどね。やばい、こっちが来た。あ、でもさ、 KFC のさ、 K マークってある、うん、衣装に K マーク。ちょっと待って、今こっちがハンター来てるんだけど、うん、頭にうちは前回紹介したと思うんやけど、うんうんうん、K がついとって。頭だっけ、胸じゃなかったっけ、そっちの衣装。え、頭よ、頭、頭の、え、頭についてんだ。 K がついてる。胸にもついてたけどね、その K 衣装。そうだったっけ。そう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 、そうかも、ちょっと見えづらいんやけど。え、これどこ行った、こっち側いる気がするんだけど。あ、めっちゃパーツだけなくなってる。船一周したらパーツだけなくなってハンターどっか行っちゃった。大丈夫か。まあ多分大丈夫だと思うんだけど。あ、いるいるいる、これわざと見つかって、多分この位置だったら寿司に気づいてる気がする。ここで間に合った。今回のこの KFC コラボっていうことで、うん、めっちゃケンタッキー食べたくなった。いやー、わかる、もう今すぐ食べたいわそれ。そう、あの今回その送ってくれた時に写真も送ってもらったよ、うんうんうん、ケンタッキーの。中国やったらまた違うんかなと思って。、うん、ケンタッキーの感じも、うん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 、そう、でもすごい普通に美味しそうな感じで。いいなー、うん、これもう一回落下コースにせずにいけそうな気するな。めちゃめちゃ温存しようか。いける？うん、まあ、今回は右下で来てしまったので、まあ、しっかりと、ね、右下でもチェイスできるというところ。右下来た、来た。そう、来ちゃった。まあ多分ね、なんとかなりますよ、右下超コースでもね。あ、1回目の落下コースいい。もう船とかもこれしとけば一生捕まんないから。そうね、上下強いね、うん、さあこれでもう1回、もうパーツ、え、パーツだったもんね、もう1個あるはずなんだよな。こっち側から降りますか。うちは1段上がって、うんうんうん、仲間してるかな今。了解了解了解。さあ、こういった倒してもう一回上がりたかったけど、あーでもこれ船行っちゃった、失敗したかな。これ落下コースにこだわりすぎたかもしれない。あ、いた、やばい、存在感食べちゃった。大丈夫、まあ、戻れるんだけど、戻れるけどって感じだな。まあ、でもここで一回防いで、これ当たるの、やば、ピエロの判定確実に当たってないだろみたいなですか。今回そのツイッターとかでいろいろ調べた時に、はいはい、超講師がなんでこの今回のコラボに選ばれたかっていう理由が、ああ気持ちない、面白い理由があって、うん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 、まあ超講師は普段一番占い師の袋を食べてるからなって。あ、そういうこと、一番なんかチキンをかけたんかな。あ、なるほどね。あー、そうだね、袋の鳥だもんね。そう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 、確か一番使ってるかもしれない。あ、そういうこと、そんな発想が面白いなと思って。はい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 、うん、確かに。あ、オフェンス来てくれた。ナイス、ナイス、ワンチャン伸びるかもしれない。あ、無理だ、さすがに無理だ。ケンタッキーのさ、うん、いや、なしなし。食べ物で一番何が好き、うん、ね、あの、なんちゃらサンドじゃなくて。サンド、なんで、あの、わかるやろ、あれ、あれ、じゃクリスピー、クリスピーじゃないな、なんだっけ、ツイスターか。あ、そう、ツイスター、うんうん、あれは絶対頼める、マヨツイスターみたいな。それらね、その、なんだっけ、なんちゃらペッパーマヨツイスターみたいなやつが一番頼んでる気がする。で、プラスチキン、ゆいは普通に頼んで、うんうんうん、うちはクリスピーチキンとか。あんまりバーガー頼まないよね。そうなんよ、ケンタッキー頼んでも、うん、なんでかっていうと、普段マックでバーガー食べてて、そう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 、チキンをメインに食べるためにケンタッキー食べるよね。そうそうそう、オリジナルチキンとか、なんか期間限定の、これ当たるのか、辛いやつとかとプラスで、あのツイスターね、うん、あのセットがマジで美味しい。そう、ツイスター、普段のさ、その、うん、マック系のバーガー系か、なんかないよね、あんまりないね。うん、ハンバーガーはどこにも売っとるけど、うんうんうん、そう、まあ、ケンタッキーの嘘を、あー、しねー。確かにケンタッキーの嘘ね、消しとんかもしれんけど、うちらは食べるために、うん、いや、でもやっぱチキンとツイスターじゃない、ケンタッキーといえば、うん、あっさりと、ね、ガッツリみたいな感じでね。そう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 、それがまあ美味しいんですよ。美味しいよね。そう、これどうしようかな、カーボンやられちゃったから。でも残り1台か、まあ、回り切るかな、これ救助成功したら。できると思う。本当に？でももうハロウィンだよ。今年はさ、うん、その全然話変わるけどさ、はいはいはい、毎年あの渋谷で行われとる、あ、ハロウィンの集合体みたいなやつでしょ。歩くやつ。あれね。あれもうやめなさいみたいな感じで。まあ、そりゃそうでしょ。ね、うん、そりゃそうよ。うん、間違いない。ああ、戻れんかったっけ。あ、惜しい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 。多分もうちょっとやっても1割とかやと思う。うん、あ、先カーボーイやるんだ。なるほどね。あ、でもこれ90巻ってやばくない？釣らないでしょ。あ、釣るのか。あー、やばいね、これは。うち、即興する気。うん、まあ、一応俺も、やられた時に援護はしてるけど。あ、間に合う間に合う。うんうんうん。多分これ大丈夫じゃないかな。お、うまい。ナイスゲーム。ナイスナイス。普通に殴れるね。通電でいいから。ナイスー。これ多分もうカーボイ追いだから、普通にゲート開けちゃっていい気がするな。うん。
ん、うちの方来てないね。あれ、来てない。うちの方あんのか。それこっち側、あ、来てる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 、多分カーボイ割れる。あ、違う、俺だ、私でした。あー、ミスってくれた。オッケーオッケー。じゃあうちは普通に小屋側って、うん、でもこの人ね、興奮だからね、全然チェイス持つと思うよ。あ、そうなんや。あ、持たんかもしれない。いや、ノーワンもある。あ、ある、なるほど。持たないかもしれない。いや、ノーワンある。もうあとね、まあ、ここ避けれるから避けれるとは。どれやん。やばい、ピエロの判定、今日舐めてるわ。さっきからロケットダッシュ、それ食らうんかみたいなスクライム食ってるわ。早くなるしね。そう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 。いやね、一発目の船上で食らったあれがちょっとマジでわけわからんかったな。あれ届くの強いな。まあ向こう側出れるかな。一応出れるよ。ノフレスもで多分出れると思う。オッケー。じゃあこんな感じで今回はケンタッキーコラボ衣装使ってみましたということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。今日もご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。あとツイッターもやっているので、よかったらフォローしてください。それでは次の動画で。バイバーイ。